ビール。はい。これね、ビール巻き直して、今010なのか、001なのか。分かんない。あ、はい、これは牛乳。あ、冷蔵庫の中まで。コーラでいいか。ミンチャーもありますか。さっきまで源兵衛さんがいて、あ、そう。黒ちゃん来てるんかね、だいたいね。あ、源兵衛さんのとこは明日、お米持ってきてくれて。明日から明後日、レメさんとか取材に行こうかなと思って。あ、本当に。あ、そう。トラック乗って。本当。うん、そこの芝生を突っ切ってきて。レメさん、出休みを。うん、後でまたネギとか持ってくるって。あ、そう。じゃあそこにぜひ。これお米ですか。お米持っていてくれたんですか。自分で取れたところの米です。毎回ね、だって差し入れてくれるんですよ。ああ、はい。ごめん。中屋源兵衛さん差し入れのお米。源兵衛さん今来たんだって。うん。さあ恥ずかしい、もうねシャイだから忙しいっつって帰っちゃった。ああ。うん。源兵衛さんとちょっと明日が明後日昼ちょっと行こうかな。うんうん。取材。ぜひ。中まで入りました。あの古い町なんか初の本場所。ええ、神社の下の方まで。あ、そうですか。すごい人ですね。ご苦労様でした。折り込みやってるんでしょ。だって高山の折り込みって結構あるの？いや、これはただアンケートと夜掛けのチラシです。高山の劇団は誘えないでしょ？そうですね。あとは金沢の抜いてるんですよ。ほら、この間の金沢も余っちゃったからちょっと抜いてるんですよ。ああ、そうそう、はい、金沢とこんなもん入ってたの？そうなんですよ。劇団？です。これは夜掛けの上映される映画館。ああ、シネモンド、うん、で、上映されるされてて、されてる。これまさか大貫の後輩じゃないの？どうですかね、ちょっと寒い。ちょっと臭いな、怪しいな。でも違うと思います。ラクダなんとかしてましたからね。どうでした？人手がすごくてさ。あ、でも屋台とかただ止めてあるだけだから。テントは違う場所だったんですけど、宿舎夜みんな蛍がいるって大騒ぎして、ええー、嘘だろって言ったら、そこ川なんですよ、じゃあそこのちょうどあれ8月かな、だから蛍が何匹かこう待ってて、みんなで河原寝そべりながら、うわぁ初めて見たなと、みんな感動しちゃって、すごい綺麗な川ですよね、蛍いるぐらい。前はすごい花園神社の頃ものすごい時間かかったのに、今2日でもう大体終わるようになっちゃったから、もう2ヶ月やってるとやっぱりシステム化されていきますね、だんだんね、みんな慣れてきて。